今日の調べてみたらのテーマは、すごい眺めがいい、紅葉が楽しみな絶景スポット。そしてもう一皿いけるね。いける。息を呑む絶景の中味わえる行列グルメです。東京奥多摩にはもう朝一で並ぶ予定で来てね平日でも行列覚悟の豪華釜飯セットが大人気。これを食べにみんな並ぶ理由がわかるでも実はある方法で、普段だと1時間とか並んでしまうんですけど、そうですね、10分とか15分で並ばずに、しかも壮大な景色の中味わえるんです。そして長野県軽井沢の山道を走行していると、あ、急に人がいっぱい集まってますね。生い茂る木々の中に突如現れた行列店。そこにはうますぎるすぎる名物は絶景を見ながらいただく信州そば。でも9割のお客さんがあるものを一緒に注文。何個でもいけちゃいますそのメニューはということで、今回は紅葉シーズンでますます注目、行列のできる絶景グルメではどんな料理が人気でどんな絶景が楽しめるのか調べてみました。まず最初にやってきたのは埼玉県西武秩父駅。ここから急行バスに乗って目的地へ向かいます。市街地を抜け、道は徐々に人気のない山道へ。バスに揺られること1時間。その時、駐車場から渋滞しています。車列はもう早いが読まれていますので案内します。え、歩いた方が早い？なんと目的地の駐車場が混雑し、そこからずらっと大渋滞。スタッフもバスを降りて徒歩で向かいます。果てしない山道を歩き続けること30分。あ、これじゃない？広い駐車場に到着。一体ここは？今日はどちらまで？あの神社ですね。一宮神社。神社。はい、あ、妙法ヶ岳。あ、登山。そうです。実はここ、登山客など周辺の観光スポットの駐車場で、休日のたびに渋滞するんだとか。その駐車場の階段を登った先にあるのが、着いた、疲れた。結構山登りましたけど、お客さんすごいいっぱいいますね。最初の絶景グルメのお店、標高1100メートルに位置する大島屋です。中にはこのお店を目当てに来る人もいて。今日はどちらからいらっしゃったんですか？今日は千葉ですね。千葉から。いや、なんかずっと来たくて、5時ぐらいに寝て、朝5時で8時ぐらいに着いたんですけど、結構並んでて。どうですか、びっくりというか。いや、めっちゃびっくりですね。初めて来たんですけど。もう何回来てるの？彼女が来たことなくて、じゃあ行こう。そんなわざわざ遠方からでも訪れたい大島屋の魅力は、行列をたどって中に入ってみると、店内は全面窓ガラスになっていて開放的。お座敷とテーブル席があり、
そこで味わえるのは秩父で採れたなめこの味噌汁400円に郷土料理の味噌おでんは2本で200円中でも8割以上のお客さんが注文するという一番人気の看板メニューがこの丼の中に わらじの形をした大きなとんかつに甘辛いタレを絡めていただく秩父名物のわらじカツ丼1100円です。有給を取ってこのわらじカツ丼のために茨城から来ていた女性たちはすごいすごいあまりの大きさに大興奮。大きいのがそれも2つも入っててすごいですねお肉がすごい柔らかくて味もしっかりついてて美味しいです。こうした秩父グルメを求めて行列ができる一方で別の行列で待っている人の姿が。これは何列待ってるの？これは今テラス列で食事したいので。テラス席は特にあの空気もいいし景色もいいので。そう、この大島屋は絶景を眺めながら食事ができるテラス席もあって大人気。あ、すごいですね。そのテラスから眺められる景色がこちら。秩父の大自然を広々と見渡せるパノラマビュー。目の前には東京都の最高峰雲取山も見え、どこまでも続く緑豊かな景色はまさに絶景です。そんなテラス席でいただく秩父グルメは最高ですね。天気も良くてね、本当に。5時間半かけて東京から来ていた夫婦はこういうのを求めてきました。そうなんですね、うん、緑がね、やっぱりない、緑とか空ないですからね。どうです、結構時間かけてきましたけど、うん、来た甲斐というかどうですか。来た甲斐超ありますよ、超ありますからね。欲しいつつしかもテラスから楽しめるのは絶景だけでなく鹿やリスなど山に住む野生動物も見ることができます。そしてこの時期見ごろを迎える紅葉シーズンには目の前の木々が鮮やかに色づき、テラス席はさらに人気に。ちなみにお店の人によると休日は朝8時前に、平日は10時前に来ればスムーズにお店に入れるそうです。続いてやってきたのは新宿駅から電車でおよそ1時間半、東京都奥多摩町の JR 川井駅が最寄りのお店です。奥多摩ののどかな景色を楽しみながら歩くこと20分。あそこなんか人出てきた。あそこなんか今人入ってきましたね。あ、次々人入ってきますね。皆さんの後を追ってのれんをくぐると、あ、すごいですね、お客さん結構たくさん待ってますね。行列ができていたのは創業35年の中井です。開店1時間前の午前10時から並んでいて
待っているお客さんに話を聞くともう朝一で並ぶ予定で来てね、来てる。ここは本当に皆さん並んで食べるところっていう、うん、もう15分以上は待ってるかな。人がいっぱいいると余計食べたくなっちゃいます。そしてご案内開始いたします。オープンするとすぐに店内は満席に。皆さんが待ってでも食べたいというのが、大丈夫、すごい、すごい、すごい、開けて思わず拍手、釜飯です。地元で採れた食材を使って全て手作りするこだわりよう。甘じょっぱく味付けした平茸しめじを、日高昆布と鰹節から取ったお出汁で、お米と炊き上げたきのこ釜飯に、水炊きと刺身こんにゃくがセットになって1950円。ご飯にしっかりその出汁が染みついてて、きのこにもちゃんと味がついてて、水炊きもあまり味が濃いめではないのでバランスよく食べれる感じですね。3世代で来店していたテーブルに運ばれてきたのは、ごぼう、人参、こんにゃく、鶏肉が入った炊き込みご飯に、こんがり焼いた鶏肉を甘めのタレを絡ませてのせた鶏ごぼう釜飯セット2400円です。初めて食べる釜飯のお味は、ヤミーは寒いからすごいちょうどいいですね。美味しいしこれを食べにみんな並ぶ理由がわかる。そして釜飯と一緒に皆さんが楽しんでいたのは、外が綺麗で、その庭があれを見ながらまた食べるのもいいのでね。確かに落ち着いた和の雰囲気が漂う店内から楽しめる中庭の景色です。手入れが行き届いた緑美しい庭には、鯉が泳ぐ池もあって、心地よい水の音に癒されます。そしてこれからの紅葉シーズンには、この庭のもみじが真っ赤に染まり、また一味違った雰囲気が楽しめるそうです。いや、ほんと非日常すぎてこれが幸せです。そんな日常を忘れられる空間で食事ができるとあって、土日はもちろん平日も行列が絶えない中井。しかし並ばずに味わう方法があるそうで、それがテイクアウトです。普段だと1時間とか並んでしまうんですけど、そうですね、10分とか15分でお渡ししてお召し上がりいただくことができます。しかもお店の人によると、こちらからですね10分程度行っていただいた場所に御岳渓谷という渓谷がありますので、そこでテイクアウトしていただいた釜飯を食べるとすごい美味しいと思います。結構綺麗ですか？絶景です。さらなる絶景スポットがこの近くに。早速教えてもらった場所に向かってみると、そこには、あ、すごい、ありました。目の前の川、水がすごい綺麗ですね。青いです。透き通ったエメラルドグリーンの川が流れる絶景が、奥多摩の大自然を肌で感じながらテイクアウトした釜飯をいただく
なんとも格別な時間です。他にも近くには奥多摩湖など絶景スポットがたくさんあり、まもなく見ごろを迎える紅葉シーズンが楽しみです。続いてやってきたのは長野県軽井沢町。新幹線で JR 軽井沢駅まで行き、そこから車で向かいます。旧軽井沢のメインストリートを抜けると急に人気のない山道に、10分ほど車を走らせたその時、あれ、なんか急に人が増えましたね。ここだけ人が集まってます。あ、これお店ですね。豊かな自然の風景に突如現れた行列。江戸時代から創業350年の歴史を誇る茂野屋です。この日オープン1時間前の午前9時から10組ほど並んでいました。待っている人に話を聞いてみると、今日はどちらからですか？栃木県です。あ、栃木。なんか絶景というか見られて食事も美味しいですね。常連だという40代の男性は、埼玉と東京です。埼玉と東京からどのぐらいかかって、でも2時間ぐらい。僕は2時間、僕は4時間弱まあ、ここでも景色いいし美味しいから来る価値あると思う。遠くからでも来たくなる絶景グルメとは。のれんをくぐれた店内の席は火のぬくもりを感じる落ち着いた和の空間で、奥に進むと今年4月に改装されたばかりのテラス席があって、目の前には澄んだ空気に包まれた緑豊かな自然の景色が広がります。さらにこちらカウンター席、足が珍しい作りですね。怖いですけどね、ちょっとね足を落としてくつろげるカウンター席に、愛犬と一緒に楽しめる席もあって、季節によって軽井沢ならではの四季折々の景観を楽しめるんだとか。絶景で癒されますさらに絶景を望めるのはテラス席だけではなく、真ん中にある螺旋階段を登れば、屋根より高い展望台が、こうした景色の中で皆さんが味わっていたのは、信州そば。やっぱり長野、信州そばってことでね。しかしそのそばをよく見せてもらうと、何やら白くて丸いものが。その白いの何ですか？お餅。お餅か。実は茂野屋の名物は、釜でじっくりふかしたもち米を湧き水をたっぷり使ってつく、つきたての力もち。そのためそばのメニューにももちが載っているんです。中でも人気は、お待たせしました大盛りの茂野屋ですね。まず茂野屋の、はい、多くのお客さんが注文していたお店の名前がついた茂野屋。力餅の他にも山菜や卵まで全部乗っているこのお店の看板メニューなんです。とろろもついて
1490円。30代の女性も茂野屋を味わっていて、お餅がいい感じに柔らかくて麺にすごい絡みついて美味しいですね。もう満足です。はい並んでよかったです。そして名物の餅は単品でも頼めて、ほとんどのお客さんがそばと一緒に注文。うますぎる定番のあんこに加え、長野県産のくるみをたっぷりまぶしたくるみ餅や、注文を受けてからすりおろすさっぱりとした味わいの辛味大根など、全部で6種類あって、それぞれ8個入り630円です。東京から来ていた40代女性のお気に入りの味は、信州味噌をたっぷり使った味噌くるみ。甘じょっぱくてくるみサクサクで美味しいです。3種類の味を食べ比べていた50代の3人組は、つるって食べられちゃうね、なんかこんないっぱいだからどうだろうと思ったけど、柔らかいからつるってそして、おいしい、お餅が超おいしい、しいだからもう一皿いけるね、いける。2皿おかわりして合わせて40個の餅を完食。まさに花より団子状態です。一方で初来店の女性には気になることが、あの赤い線なんで、お店の床に引かれた謎の赤い線、その先を見ると何やら看板が、看板の前に座っていたお客さんに話を聞いてみると、私たち群馬、私長野県っていうのはどういうことなんですか。県境そう、この茂野屋、実は長野県と群馬県の県境をまたぐお店だったんです。この珍しさも人気の理由の一つで、皆さん県境で記念写真を楽しみます。こっちが群馬ですよ、こっちが長野です、はい、そうですよと、80代の女性も県境をまたいで笑顔でパシャリ。下階がありましたよ、遠くまで行かなくてもここでもうね、県境が分かる、よかったです。そして県境をまたいでいるお店とあって、メニューの信州そばはすべて上州うどんに変更することもできます。では平日も行列が絶えない人気の茂野屋にスムーズに入店するには、9時にお名前書いてもらって、神社とか見晴らし台とかでお時間潰してもらって入っていただくのが一番効率がいいと思います。軽井沢は間もなく紅葉がピークを迎えます。ということで、行列のできる絶景グルメを調べてみたら、行くのが大変でも並んででも訪れたい魅力がたくさんあり、皆さんお腹も心も満たされていることが分かりました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。4月放送からイットはリニューアル、私青柳による全力疾走で頑張ります。調べてみたらや他の大好評コーナーもさらにパワーアップしますよ。はい、皆さんぜひご期待ください。この動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。